枝野幸男です。日本の憲法が危ないです。襲ってくるのは統一協会に所属の安倍晋三。軍事で儲けようとする自民党と維新、アメリカべったりの玉木民主党です。自民党の経済政策の失敗で日本は無駄な軍備支出はできません。トマホークやイージスアショアはトランプから買わされた無駄な軍備支出です。立憲民主党は厳選された本当に必要な軍備しか買いません。立憲民主党は外交、平和活動、それから日本国内の高齢化対策と少子化対策などにお金を大切に使います。頭の悪い安倍晋三と統一協会の憲法の破壊に対して断固戦います。憲法は枝野幸男に任せてください。